はい、どうもこんにちは、リオンです。新宿の情報なんか発信できるものないかなって調べてたら、とある都市伝説に行き着いたので、今日ちょっとそっちを調べていきたいと思います。でその名も豆腐屋地蔵ということなんですけども、ちょっと説明しますね。昔この付近に横島な心を持った豆腐屋がいました。毎晩豆腐を買いに来るお坊さんがいましたが、豆腐屋が代金を竹筒に入れておくと、翌朝これがしきみの歯になっていました。で豆腐屋はこのお坊さんが狐に化けていると思い、このお坊さんがまた来た時に懲らしめて手を切ってしまったそうなんですよ。でその、手を切られたお坊さんが、まあ、出て行って、それを追ってみると豆腐院というお地蔵さんがある場所までたどり着いたんです。このお地蔵さんが豆腐屋地蔵と言われているんですけれども、豆腐屋はお坊さんの正体がお地蔵さんであると知って後悔し、それから心を入れ替えて正直な商売をしたと言われているんですね。でどうやらこのお地蔵さん実際にあるみたいで、新宿もいろんなお店にたくさんあるんですけど、ちゃんと正直な気持ちを持って商売をして、また商売繁盛という意味でも祀られてるみたいなんで、ちょっと今回そちらを実際に見に行きたいと思います。今先ほど説明したその豆腐屋地蔵に向かってるんですけど、場所的に言うとこの靖国通りを新宿三丁目方面にずっとまっすぐ行くととりあえず着くみたいなんで、ちょっとそこから探してみたいと思います。ちょっと歩いてきたんですけど、西武新宿から歩いてくるので結構時間かかりましたね。なんで実際行かれる方いましたら、こちらの四ツ谷三丁目駅の一番出口で出てもらって、ね、今目の前に牛カツ屋さん見えると思うんですけど、あそこからもうちょっとまっすぐ行って大きな交差点あるんで、そこでまた曲がって道なりに行けば着くみたいです。なんでここで一旦降りてもらって、もうちょっとまっすぐ行ってみます。はい、先ほど行った大きな交差点まで来ましたね。そしたらこっちに坂があるんですけれども、ここまっすぐずっと下っていって、そのまま歩いていくと着くみたいなので、歩いていこうと思います。もうちょっとで着きそうですね。一応目印としてはここの若葉2丁目っていうところ、この坂を登っていくと、ほんとすぐ今歩いてる方向の左側に東福院があるみたいなので、そちらに向かっていこうと思います。これっすね。あ、ここから入れる。ではその豆腐地蔵が置かれているという東福院に着きました。じゃあちょっと奥まで見ていきましょうか。手前にあるのは子育て地蔵って言われるお地蔵さんらしいですね。ちょっともうちょっと奥の方にあるということなので、このまま屋根付きの方ですね、こちらですね。確かに先ほど説明した通り、手が左手かな、左手がないように見えますね。まあ、実際にここでその豆腐屋はたどり着いた場所はここだと言われていて、でちゃんと横島な考えをやめ、まっとうな商売をしたと、そういうお話らしいです。実際にありましたね。下に置いてあるのは豆腐なんですかね。こちらの豆腐地蔵についてもうちょっと詳しくお話聞かせていただいたんですけれども、どうやら切り落とされた手首をさすると腫れ物が治ると言われていて、信仰を集め、信者からは豆腐が備えられたというお話があったみたいです。こちらのお地蔵さんは昔からのもので、切り落とされた手首も保存はされていたみたいなんですが、戦災で行方不明になってしまったと。そのため今は切り落とされた状態でここに置かれているみたいですね。はい、ということで今回は豆腐地蔵ということで、もし興味があってこちらに来る方は、近隣住民の方の迷惑にならないように、結構静かな場所なんで配慮していただいて、で新宿にもこういうスポットがあるんだっていうことを知ってもらえれば幸いです。ちなみになんですけど、ちょっとあっち前の方を見てほしいんですけど、あそこ実は君の名はで出てきた聖地の一つなんですよね。以前うちのチャンネルでエリシカちゃんが
君の名はの聖地巡りでここ訪れた動画もあるんで、よろしかったら概要欄に載せておくんで、そちらも見ていただければなと思います。